ユリウス・ワーグナー・ヤウレック、ユリウス・ワーグナー・リッター・フォン・ヤウレック、1857年3月7日、ベルス1940年9月27日ウィーンは、オーストリア人の医師。1950年に発行された500、オーストリア・シリング紙幣に肖像が使用されていた。ワーグナー・ヤウレックは1874年から1880年まで、ウィーン大学で、 サーロモン・シトリッカーラと共に医学を学び、1880年に博士号を取得した。元々の専門は神経病理学ではなかったが、1883年から87年までマクシミリアン・ライデスドルーフと共に精神科の医員で働いた。1889年にグラーツ大学の有名なリヒャルト・フォンクラフト・エビングの後を継ぎ、工場選手、クレチン病、 要素症などの研究を始めた。1893年、彼は精神医学、神経病理学の教授となり、テオドールメーナードの公認として、ウィーンの神経医学クリニックの責任者となった。10年後の1902年、ワーグナー・ヤウレックは中央病院の精神科に転任し、1 9十一年に元の職場に戻った。ワーグナー・ヤウレックは発熱を伴う、 精神疾患の治療に障害を捧げた。1887年から彼は、1890年に、ロベルトコッホが発見した、単独、ツベルクリンの発熱性精神疾患への効果について、研究を始めた。これらの治療法はうまくいかなかったが、1917年には、マラリア寄生虫の摂取に取り組み、神経梅毒による、麻痺性認知症に効果があることが実証された。 この発見により、彼は1927年度のノーベル生理学、医学賞を受賞した。1931年には、シュチョバーハン・ウント・ベハン・ドレオン・デア・プリグレス・バーン、パラリス・ディヒ・インペフ・マレギアを表している。ワーグナー・ヤウレックは1928年に退官したが、1940年9月27日に亡くなるまで精力的に働いた。ありがとうございます。